24枚目シングルになるんですね。嬉しい。恋なんてノーサンキュー、じゃあ恋なんかノーサンキュー、恋なんてって言っちゃう、恋なんかノーサンキュー間違えちゃいそうで、ノーサンキューのとこ後ろにびっくりマークつきますもんね。恋なんかって、恋なんてじゃない、恋なんかの方やからな。はい、そのオンラインお話し会の受付が先ほどスタートしまして、これ16日までなんですよ。画像をすでに作ってくださる方がいてありがとうございます、嬉しい。なんか私はあのね、おしゃれに可愛くしたいんですけどできないんですよあれが精一杯で、5、6部、7、8部、9部で服を変える予定なんですけど、なんかどうやったら画像1枚でうまく伝わるかなと思って、あれが精一杯だからなんかうまいこと可愛くいい感じの考えていただけたらなって思います。よろしくお願いします。もうすでに作ってくださった方はありがとうございます。私が作ったのは私の画像が入ってないから誰ってなるから、あの私のリンクに飛ばないとね。だから安田モネが存在してるやつをよろしくお願いします今回はまあその着替えるんですけど、その10月じゃあ12月12とか20とか毎回丸々女子っていうのをテーマにしようと思って、この前はなんちゃらコーデってやったじゃないですか、楽ちんコーデとかお揃いコーデ、じゃあお呼ばれコーデとかいろんなのにしたんですけど、今回は丸々女子。今決まってるのは12月12日だっけ、は12だっけ、言っちゃったっけ一番最新の日は清楚系女子で、でその次がクリスマスが近いんですよ、20、20日やったかな、やからサンタコスをしようかなと思ってます。でその次1月9日やったかな、1月9日はもうニットの時期ですよね。9日ってどう思う、どう思いますか。1月9日ってもうめっちゃ寒い、そこはちょっとニット女子で行こうかなと思って。皆さんニット女子はどうですか、好きですか。やっぱね、ちょっとでも今回あの11月はもう寒いと思ったからさ、私もっこもこの服とか用意してたんですよ。でも全然寒くないからさ、今回大丈夫かな、ニットで行こうと思います。いいね、よかった。だから1月9日はお楽しみに。ぴったりニットとかあるんですか、それ。え、ニットってめっちゃもっこもこのイメージなんですけど、ぴったりなニットとかもあんの。へえ。そうで分けるんですよね、5、6部で一つの服、7、8部で一つの服で、9部がルームウェア、ウェア、ルームウェアにしようと思っております。そういっぱい着たいのが控えてるので、ルームウェアもお楽しみに。なんか前回だってだってだっての時に、お話し会の時になんかいろんな服でチェンジするから楽しみとか、その5部7部9部の着替える 3つ分で楽しんでくださる方もいて、あらニットいいね、穴開きニット穴肩のとこが開いてるとかってこと、いろんなニットがあるね。
そう、サンタをどうしようと思って、サンタ着替えるって言ってもな、サンタからトナカイみたいな、でもサンタって言っちゃったしな、サンタはどうしようかな、でもややこしいな、着替えるかも、なんかいいのがあったら いいのがあったら着替えます、着替えるかもね、そこは。でもキューブは絶対着替えるので、着替えるかもしれないし着替えないかもしれない、それはちょっとお楽しみに で10月ちゃわ1月10日以降はちょっとまだ秘密というか、お楽しみにみたいな感じ なんかうまいこと楽しんでください 試験女子ってどういうこと まあ受験シーズンですもんね。センター試験女子めちゃめちゃ勉強できそうなってこと？他何々女子があるかな、なんか調べてみたんですけど、なんかうさぎ系女子とか小悪魔系女子とかあったんですけど、でもそれって私的にめっちゃ、ね、何ニット着てるイメージやから、ニット女子するしなーって思って、他何女子があるかな、考え中。そう、上半身しかね、そう見せれないっていうのがあるからね。あ、彼シャツね。すずがさ、あの公園で彼シャツ着てて可愛いと思った。めちゃめちゃ大きいシャツを着るんですよ。女の子って華奢じゃないですか。そういう華奢な子が大きいのを着たら萌え袖とかなるし、可愛いんです。あ、スポーツ女子ね。スポーツ、スポーティー女子、何やったかな、なんか合ってんな。それもいいですね。量産型私好きなんですよ。量産型女子っていうの？量産型めっちゃ好き、最近。あ、パーカー女子もいいね。あ、パーカー女子もありよりのあり。そう、量産型。あ、地雷系もいいですね。この間めっちゃ地雷っぽいって言われたな。ね、パーカー女子いいですね。パーカーちょっといいの探そう。パーカーはでも普通に普段着として欲しいぐらい好き 着るのも好きやし、着てるの見るのも好きやから、もうこれ何回も言ってるの私。量産型はもうなんか「イートミー」とか「エブリン」とか「シークレットハニー」とか「ロディスポット」、なんかもうエストにいろいろあるイメージです。エストヘップでも入っちゃう、見ちゃう。あとスワンキスとか可愛いですよね。あとパーカー着たらめっちゃ、なんやろ、着痩せする、逆にダボっと着ていいの。量産型系の、なんか靴からすごいですよね。靴から、カバンから、なんか服だけじゃなくて小物もすごいイメージ。あとヘアアレンジとかツインテールとかやってるイメージだね。
たまに益若つばささんの量産型メイク真似してます。1月な、だってもうやばいな、明けましておめでとうになるやんな。もうそんな話かって思いながら、明けおめ感のある服ってなんやろとか。早くない？開けちゃうよ2020。もう一回2020年やろうかな。ちょっといろいろあったから全国的に。着物でも着たいな、好き。てか普通に浴衣とかでなんか京都とか浅草とか超行きたいもん。それはでも二十歳までにやりたいことかも。え、二十歳までにやりたいこと見つかった。浴衣で散策。来年？私は再来年成人です。成人式？あ、でも成人か、来年か。成人式が再来年か。来年が成人？二十歳。やばくない？やば。怖っ。やばくないですか？14歳で入った人がさ、成人って言ってる。怖っ。今日一怖いねんけど。怖いな、やばやばやん。嫌やな。10代がいいです、私。10代から離れたくないです。20歳になったらだってさ、もうなんか許されへんやん、いろいろ。若いねとかさ、嫌や。よしよしされときたい。まだまだまだ可愛がられたい私は。いや、ルリリンさんはめっちゃ思った。私でも思いました。ルリリンさんね、なんかスーツとか着てるとこ見て、おおってなった。あ、ルリリンさんかスーツってなった。私が成人式出たら泣いてください、皆さん一緒に。あのままでか、成人してるって。一緒に泣いてくださいね。私スーツな、着たことないわ。そう言われてみれば、いいですね、大人っぽい。成人式な、でもあるんかな、普通に。今年ちゃう、来年、再来年か。今年、来年か。来年の代の方ってあるんですかね。どうなんやろ。やるんや。マスクしては嫌やんな。いや、もうリモートが一番嫌やな。そんなんな、着付けせんでいいやんってなるよな。成人式って何するんですか？浴衣着て、おめでとうございますっていう話を聞くってこと？分かって何するんですか。あ、違うんだった。あ、振り袖か。浴衣は夏か。浴衣と着物と振り袖の違いがもう使い分けれへん私。振り袖着て話聞いて、
ですよね、48って。地元でやるんやったらさ、まあ久しぶりっていうのがあるけど。終わったらでもすぐ帰るもんじゃない。帰ろう帰ろうって。だってさ、成人式のその振り袖のままさ、ご飯行こうとか無理やん。何するもんなんよ成人式って。だって成人式したとて、もうだって成人はしてるもんな。まあ2月3月の方はまだやけど、48やったらまあそっか、それでなんか写真とかなんかくるくるって回るのとかあるか。そうやな。でも本来地元でやるものですもんね。あんまよく分かってへんけど、よくニュースで夢の国で、夢の国でやってんのあれは。夢の国のキャラクターとか出てきて、おめでとうってなってんの見たことある。同窓会か。同窓会な。同窓会っていうのは中学の同窓会とかですよね。だって高校じゃないもんな。中学の同窓会ですもんね。確かに地元とボーチェと2回ってこと？なるほどね。小学校ってやるんですかね？どうも小学校のことマジで連絡取ってないから。あの子やって私は分かるけど、なんか喋れるんかな、喋れるんかなっていう不安なかったですか？逆に。だってさ、成人式とかさ、仲いい子おらんかったらマジ一人で行くやんか。一人で行ってさ、やばい、ウォッチやってなるからさ、知ってる人おらんかったら。で、女子はそこなんですよ。絶対そうやって一人になりたくないから、別に仲良くなかった子と連絡取ってね、一緒に行こうとかなるんですよ、絶対。女子あるあるじゃない？なんかもう私それ、そういうこと、そういう人絶対おるなってめっちゃ思うもん。どうなんやろ。だって中学、女の秘密はありがとう。そうじゃない、私一人で行くけど、一人になったら怖いよな。だからそれ一人で行く子は、あのもう一人で来てる子を探して、なんか別に喋ったことないような子でも「あ久しぶり」って行くんだよ。でもまあちょっとそれは無理かもしれへん。一人やなって思ったらとりあえず一人で過ごして一人で話聞いて一人で帰るかもしれへん。それは嫌や、それだけは嫌やから、とりあえずあのよう喋ってたなっていう子と一緒に行動できるように頑張りたいな。地元か。48出たら地元も無理じゃねえ説。確かに悩むの早いな。間違いない。いやちょっと行かない方向ですね。いやそうやね。だってマストじゃないですもんね。絶対行かなあかんっていうやつじゃないですもんね。まあ文化として行くものやけど、行かないっていう選択肢、あるあるあるけど行ける。なんかさ、めっちゃ早いって聞いたんですけど、私48の成人式の朝マジ寝てないんですよね。4時ぐらいからメイクしてるって言ってない？2時やったっけ？あ、来ない人結構いるんや。なんや。二時起きか。はいや、二時起きやって。
2時なんか今から寝るぞって人絶対おるやん。まあそっか、だってさ、着付けもあってヘアアレンジもあってってなったらそんなもんか。髪の毛何がいいですかね。ちょっとさすがにちゃんとしたいよな。まとめる？髪飾りによるかも。こんな花咲いてますやったら直るしていったんだけど。でミルさんとか三つ編みとかでしたよね、お下げ。でもせっかくやしな。でもあんま上げたくない、なんか下ろしたいな。でもツインテールはちょっとやばいから。そう、再来年なんです私。ねえあっちさん、めっちゃおもろくなかった？おもろいというか、いやほんまに、いやさすがやなって思った。あの日本、あのこの何日本髪っていうの、いやおもろいじゃなくて、いやもうさすがあっちさんって私思ったもん。なんか本当に日本を愛されてる。いやもう素晴らしい、さすがやなって思って。でもあかりんさんのこの髪飾りも可愛かったですよね。ああいうのって自分で決めれんのかな。私じゃあお花咲かそうかな。こことここにお団子して、こことここにお花つけて、ぼよよんみたいか。それな、まず振り袖も何色着るんやろって話よな。うん、確かに髪の毛も切ってるかもしれんな私。何が起こるか分からんからな。めっちゃグレてな、めちゃめちゃピアス開けて、成人式とか言ってるかもしれんよな。ピンクがいい。でも赤も良くないですか。なんか成人式イコール赤っていうイメージ。赤も綺麗やなって思う。ピンクも可愛いけど、なんか真っピンクよりかは逆になんか白多めピンクとか。一回ね、なめ写真できた浴衣ちゃうわ、振り袖着物がめっちゃ可愛くて、オンディーヌさんやったかな、白に下の方がピンクっていうのがあって、あれがめっちゃ可愛くて、もうあれがいいなって感じ。紫も可愛いよな。今日あのその恋なんかノーサンキューの画像作ってる時に紫使ったんですけど、あれ紫可愛いなって思った。でも私でもな、全身紫はちょっとおもろなる。サエ様とかさ、おしゃれな顔の方が似合うんですよね。これだって部屋に紫ないもん、見渡してピンクしかない。まだまだやんな。っていうかもうその時のさ流行りとかがあるからわかんないですよね。まぁ、あ、ちょっと言うて再来年の話やからね、のんびり考えます。じゃあランキングアップします。13位ジョーさん、ありがとうございました。12位ゆめのちゃん、ありがとうございました。11位カースケさん、ありがとうございました。間違えた、カースケありがとうございました。10位オパオパさん、ありがとうございました。9位まゆかちゃん、ありがとうございました。8位ちあきちゃん、ありがとうございました。7位たかまさん、ありがとうございました。6位ナッピーさん、ありがとうございました。5位マリア超ガチ恋サーマルさん、ありがとうございました。4位りょうちゃん、ありがとうございました。3位しもりんさん、ありがとうございました。2位富士さん、ありがとうございました。そして1位は鳥王子さん、ありがとうございました。じゃあ皆さん、オンラインお話し会の受付始まってるのでぜひ来てください。お待ちしております。16日までです。じゃあねー。